大隅春は日本の競争馬である。逃げの客室で中央競馬の重賞を4勝し、主戦騎手、川島真嗣とのコンビで人気を博した。判定に新潟大賞典の優勝馬大隅グラスワンがいる。2002年札幌の新馬戦でデビュー。2年目の若手騎手、川島真嗣を背に優勝した後、クローバー賞、スズラン賞と、 オープン特別を連続して3着。秋になって500万下条件戦を勝利して2勝目を挙げると、オリビエ・ペリエを安城に GI 阪神ジュベナイルフィリーズに出走し、3番人気に支持されたが7着に敗れた。2003年はチューリップ賞から始動。集団よりやや前で競馬を進め、後の牝馬3冠馬、スティル・イン・ラブ、シーズ・東証らを抑えて勝利する。 しかしその後の大賀賞では6着。5戦ぶりに、川島が起乗した、優秀品馬では10着と敗れた。その後、クイーンステークスに出走。7番人気と低評価であったが、ファインモーション、テームオーシャンといった、g イ馬を向こうに、初の逃げ戦法を取り、ファインモーションの追走を首差しのいで、重賞2勝目を挙げた。秋はそのまま、週歌賞に向かったが六着。 続いて出走したエリザベス女王杯ではレース中に右前足を骨折し長期休養を容疑なくされた。翌2004年6月愛知杯で復帰したが最下位の18着と惨敗。しかし続くオープン戦を2着と逃げ粘り復調の兆しを見せると前年制したクイーンステークスに出走して逃げ切り勝ちを収め同レースに連覇を果たした。続く 普中品バステイクスも勝利しに連勝。有力馬の一投として、エリザベス上杯に再挑戦した。レースでは2番手から抜け出して粘ったが、ゴール寸前でアドマイヤグルーブにかわされて2着となった。その後出走した阪神品バステイクスでは、一番人気に押されたが9着に敗れる。5歳になり春秋1層ずつを使って3度出走したエリザベス上杯では、監修から、 どよめきが起こるほど後続を大きく離しての逃げを打ち、十馬身、近いリードを保って直線に向いたが、勝利したかと思われた瞬間、今度は、スイープ投票にまたしてもゴール寸前で差し切られ、二年連続の二着となった。年末は、有馬記念に出走し十五着。翌年も、現役を続行し、引退レースとして、ビクトリアマイルを目標に調整されていたが、 前勝戦の京都品馬ステークスで発着に敗れ、予定を変更して、この競争を最後に競争馬を引退、繁殖入りとなった。全22戦中17戦で手綱を取り、3つの重賞を手にした川島は、大隅春香を春ちゃんと呼び、お姫様のようですと溺愛していた。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。引退後は、 生まれ故郷のサメ川慶一牧場に戻り、繁殖生活に入った。2007年に、父スペシャルウィークのオスゴマが誕生し、2009年11月14日に、立党、荒川西休者からデビューしたが中央では、未勝利であり、2010年に、岩手競馬へと移籍した。2008年にディープインパクトとの間に生まれた、成田キングロードが2010年11月27日に、 デビューし、新馬戦を勝ち上がり、母として、3区発の中央での勝利となった。2012年の兵庫チャンピオンシップで大墨一番が優勝し、3区発の重賞制覇を果たした。ふさいちコンコルド3区のうち、数少ない品馬の活躍馬である。ヒばバとサモアは1955年の阪神三歳ステークスの優勝馬で、繁殖品馬としても優秀だった。 大隅遥かの近親には、宝塚記念優勝馬鈴鹿小番や、天皇賞優勝馬力栄館などの活躍馬がいる。ありがとうございます。